え皆さんこんにちはバーレンビクトリアスの嵐岩です、えー、2021年シーズンもたくさんの応援どうもありがとうございました、えー、おかげさまでチームは大活躍、えー、もうね多分チーム始まって以来の勝利数だったんじゃないでしょうかまあ勝利数だけじゃなくてね本当に大きなレースパリルーベだったり、えー、グランツール全グランツールで表彰台登って僕もねあのジロではフェアプレーチーム フェアプレーで表彰台にも登れましたし、えー、ウェルタではチーム総合でみんなで表彰台に登ることができてもう今まで経験したことないことをまたね、2021年も経験できたんで 2022, 2022年に向けても、えー、モチベーションはもうがずっと上がりっぱなしです、えー、もう2022年、えー、どんなシーズンになるかこれからも楽しみです、えー、皆さんの前で活躍する姿を見せたいと思いますんで 応援これからもよろしくお願いします。